水木が夏に中絶の同意書のサインを求めたとき、水木の母茜の一度はこうしようとしたこと忘れないために持ち歩いていたんですってというこの発言から考えても、水木は間違いなく夏に妊娠中絶の同意書のサインを求めたときは中絶するつもりでいたはずです。しかしいつ子供を産もうという決断をしたんでしょうか。この同意書に夏にサインを求めたとき、その時の夏の態度が水木が考えていたものと違ったのではないかと推察します。その時夏はこのように言っていました。まずは水木を不安にさせたことを謝罪し、中絶以外の道を模索した夏の優しさに対して、この人の子供を産みたいと思ってしまったのかもしれません。水木は大学を辞め、夏から電話がかかってきた時にはすでに中絶ではなく子供を産む選択をしていました。夏に対して言ったこの言葉、夏くんより好きな人ができちゃった、その人のこと夏くんより好きでずっと一緒にいたいんだよねという、その人というのはおそらくこうだと思います。海のこと夏くんより好きでずっと一緒にいたいんだよね、つまりお腹にいる赤ちゃんのことを一番好きだと言っているんだと思います。絶対幸せになるしすると言っていることから考えても、お腹の中にいる赤ちゃんのことで間違いないでしょう。そしてこの言葉からこの時点ですでに水木は子供を産む決断をしていたと考えて間違いないのではないかと思います。気になったのはこの時の水木の言葉です。夏くんに相談しても私自分の意思変わんないの。夏くんに影響されて自分の考えとか気持ちとか変わったこと一回もないし、だから夏くんの言葉で意思変わったりしないんだってというこの水木の言葉、やけに夏くんの言葉で意思が変わったりしないということを何度も言っています。これは夏に影響されて産む決断をしたというのを知られないために、何度も夏くんに影響を受けたことはないという言葉を繰り返しているのではないかと推察します。朝早く実家に帰ってきた夏、水木の葬儀のために黒いスーツを取りに来たわけですが、そんなことを説明することもなく、義理の父親和也は無言で黒のネクタイを差し出しました。驚いて夏はどうしてわかったのか父和也に聞きましたが、和也はこう答えました。親の勘、これを見る限り義理の親子ではありますが、間違いなく親子関係が成立しています。3歳の時に両親が離婚し母親に引き取られ、その後母親が再婚したことで血のつながっていない義理の父親和也と3歳下の弟大和ができました。夏のこの複雑な親子関係もおそらくこの物語のポイントになってくるのではないかと思います。水木は動画の中で海大好き、ママ夏が一番好きなのというふうに言っていました。これは春夏秋冬の季節の夏が好き、そして普通に海を見に行って海が好きと言っているだけですが、夏と海は自分のことを言われているかのように反応していました。このドラマいろんなところに名前が出てきます。弥生との会話でベタなとこ行こうよ海とか、水木はすみません全然興味ない海派です、夏とのドライブですごい海海と叫んでいました。そしてこの二人がチラシを受け取っているシーンをよく見てみると、この二人はすれ違っていました。正面から見るとこんな感じです。水木の後ろに夏と真山、そして夏と真山の後ろに水木が見えます。かなり細かいところまで作り込んでいるのがわかります。びっくりしたのは
海が夏の家を知っていたことでした。海が持っていたリュックの中には手書きの地図が入っていました。海は水木と一緒に来たことがあると話しています。一緒に来たことがあり、手書きの地図も漢字が使われていることから、水木が夏の家を海に教えていたということになります。なぜ夏の家を教えていたのか。自分の病気が分かり、ここがお父さんの家だから何かあったここへ行くようにというふうに教えていたんでしょうか。一話の中では何の病気かははっきりと言っていませんでしたが、生方美久さんのインタビューから考えると癌であろうと思われます。女性に一番多い癌は乳癌。おそらく乳癌の可能性が一番高いのかなという気がします。イントロダクションにはこのように書かれています。目黒蓮さんが待望の月9初主演、脚本生方美久さん、風間博樹監督、村瀬健プロデューサーのサイレントチーム集結、完全オリジナルストーリーでお届けする、様々な形の親と子のつながりを通して描く愛の物語。人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか、この時代だからこそ伝えたい親子の愛を通して描かれる家族の物語。妊娠も出産もしないで父親になってしまった夏。この物語が家族の物語だとすれば、弥生が産まずして母になるという可能性も十分に考えられるのではないでしょうか。10年後には弥生のことを海がお母さんと呼んでいるかもしれません。そして夏と弥生の間に生まれた子が海のことをお姉ちゃんと呼んでいる可能性もあると推察します。夏には百瀬弥生、弥生は3月、つまり春です。そして水木には角春秋、春秋つまり春です。お互い2人に春という意味合いの人物がいるというのは何か意味がありそうな気がしてなりません。2話のあらすじです。大学生時代の恋人南雲瑞希の葬儀で、瑞希の母茜から海が自分の娘だと知らされた月岡夏。そんな夏のアパートに海が突然一人で訪ねてきた。驚く夏に海は、夏くんのパパいつ始まるのと質問する。その問いかけにうまく答えることができない夏。とにかく海を家に帰さなければいけないと思った夏は、茜に連絡をし迎えに来てもらうことになる。部屋の中を縦横無尽に飛び回る海を前に夏が戸惑っていると、恋人の百瀬弥生から電話が。しばらくしてアパートにやってきた弥生は海を見て少し驚くが、お迎えが来るまでの間遊び相手をしてあげることに。その後、茜が海を連れて帰った後のアパートで、弥生は夏に海との関係を尋ねる。それに対し夏は海が自分の娘であること、その事実を水木の葬儀で初めて知ったということを正直に告げた。その話を聞き動揺を隠せない弥生に、海のことをちゃんと考えようと思うと答える夏だったが。海の始まり第2話は7月8日月曜日夜9時から放送です。楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。